中央スタジアムアイアンサッカーリーグダークプリンス対シルバーキャッスルの試合です。解説はいつものようにサッカー評論家のインサイドロガシーさんです。よろしく。さて、黒のチームカラーのダークプリンスに対しシルバーキャッスル登録カラーは白ですが、相変わらずパッとしませんね。無理もないですが、貧乏な上に弱い、いい選手が来ない、悪循環ですね。今日もダークのいい餌食でしょう。まったく。さあ、ボールはそのシルバーキャッスルからです。今キックオフ。うわー、おっと、いきなりのラフプレー。ボールはダークのポイントゲッターゴールドフットに渡った。ゴールドフット、同じチームとして呆れるぜ。もっとまともにボールを奪えないのか。何をくだらないこと言ってる。バカめ、スイープしろ。うわっ、おっと、ラフプレーの嵐。ダークプリンス絶好調。来たね、エルガン。やろう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 。せいぞ、ガキども、これが面白いんじゃねえか。こんなのサッカーじゃねえよ。じゃあ帰れ、こら。邪魔だぜ。いい加減にしろ、蹴るのはボールだ。何をする。シルバーの気合流拳に渡った。ノーマーク。平気だよ。いい加減にしろ。それでもサッカーやってるつもりか、バカ野郎。ロリー、バカ野郎はやめなさい。何言ってんのよ、バカ野郎でしょ。おじさんは腹が立たないの、頭に来ないわけ。来るさ、腹も立つ、このバカな観客どもにな。あ、え、バカって言った。え、クソ、もう我慢できねえ、叩き潰してやる。やめろ、ジェイク、忘れたのか。このやばー。そうだ、それでいい、俺たちはラフファイトはしない。もらった、ファイトは買うぜ。シルバーキャッスル、情けないプレーだ。フリーキック、フリーキック。すまない、みんな。思わず手が出ちゃったんだ。気にするな、フリーキックだ。みんな、頑張って。行くぞ。ホールドしろ。いいか、シルキー。大丈夫。やめろ。これこそがアイアンリーグの醍醐味。ひでえ、ひどすぎる。しかし、シルバーキャッスルはなんでアイアンリーグから脱退しないんでしょう。このおそ松さん、見るに耐えませんね。まあ、原因は銀城監督の古い考えにあるでしょう。スポーツマンシップですか、もはや死後ですからな。しかし、なんというか、こういう弱いチームがいるから、またアイアンリーグは面白いのです。いや、まさにそうです。おや、何事でしょう。ふざけた真似しやがって、まともなシュートができねえのか。何つまらねえこと言ってんだ、油でも切れたのか。やり方が汚えって言ってんだよ。俺の壁パスはお前にあんなことをさせるためにやったんじゃねえ。おお、悪かった。
今度はお前にも入れさせてやるぜ。あのとっぽいのがゴールに回るらしい。俺が潰してやるから、その間に入れちまいな。ふざけるな。俺はサッカーがやりてえんだ。二人とも何やってる。さっさと試合を続けろ。シルバーキャッスルを叩き潰せ。け、ごめんだね。これ以上こんなチームにいられるか。今日限りやめさせてもらう。どうしたんでしょう、マッハウィンディ。ベンチへ向かい歩き始めました。何か作戦でしょうか。シルバーキャッスル相手にフルメンバーは必要ないということですか。いや、しかしマッハウィンディなしではちょっと試合が寂しいですね。そうですね。さあ、試合再開です。大丈夫か。すぐ運んでやるからな。ルリー、あとは頼んだぞ。平気だよ。落ちちゃっただけ。どこも壊れてない。すぐに試合に戻らなくちゃ。頑張って。お前が勝手に対談できるわけないだろう。するのさ。オーナーがさせるわけがない。知るかよ、そんなこと。待て。お前は前途有望なアイアンリーガーだ。なぜダークを辞める必要がある。前途有望？冗談じゃない。こんな汚え手を使うチームで期待されちゃこっちが迷惑だぜ。汚え手？どうかしちまったのか。故障なら修理してやるぞ。俺は至って正常だぜ。頭の回路がイカれてんのはお前の方だ。相手を爆破させんのがサッカーだと思ってんならな。待て、マハウィンディ。オーナーを怒らせたらお前のアイアンリーガー生命は終わりだぞ。アバよ。どうなっちまったんだあいつは。ゴール、ゴール、タイムアップ、タイムアップ。平気だよ。いつでもバラバラにしてやるぜ。タイムアップ。ダークプリンスは圧倒的勝利。マッハウィンディか。あいつも考えたな。契約は今日の昼で切れた。確かにな。しかし契約は継続か廃棄処分のどちらかしかない。奴は戻ってくるしかないのだよ。駆動システムが 40%、 電気系統が 50%、 あと姿勢制御システムと高感度反応システムがイカれちまった。それだけか。腹部走行完全破損。それでエネルギー補助燃焼システム、どうすりゃ治るんだ。部品が入り次第だな。ゆうべポンコツ車手に入れておきましたから。だってさ、よかったな。やりくり上手のいいスタッフがいて。監督がいいからな。オーナーの人格だろ。ん？まあな。じゃあ明日の昼までに頼む。試合なんだ。早くて夕方だな。うら。よし、明日の昼までだ。今夜徹夜だからママに電話しとけ。さあ、みんなも明日に備えてメンテよ。はい。どうしたの、ジェイク。はい。本日、試合中に突然ベンチへ引っ込んだマッハウィンディは、なんとダークプリンスを退団したとのことです。その後、マッハウィンディは他チームへの入団願いを重ねた模様ですが、ことごとく拒否されたようです。一体どうなっちゃうんでしょうか。チームのないアイアンリーガーはスクラップと同じです。私のマッハウィンディ様、ダークに戻って活躍してくれたら、ベンジョージとっても嬉しい。以上、今日のスポーツでした。ねえ。やっぱりマッハウィンディだ。おい、みんな、やっぱりマッハウィンディだぞ。黒いのないからさ、取っちゃったんだ。サインしてください。俺も。私も。僕も。サインってみんなダークが好きなのか。まさか。大嫌いだよ、あんなチーム。うん。じゃあ。だけどマッハウィンディは別さ。おう、汚いことしねえからな。だからやめたって聞いた時は嬉しかったぜ。うん。でも今度はどのチームに入るの。いや、まだ決まってねえんだ。サッカーできなくなるのか。まさか。俺はサッカーしかできねえんだからよ。じゃあシルバーキャッスルに入ってよ。シルバーキャッスル。うん、俺たちファンなんだ。うん。
そいつは無理だぜ。なんで？なんでって弱すぎるのさ。俺だって人間と同じなんだよ。稼いでオイル飲んだり燃料食ったりしなくちゃならないんだ。シルバーキャッスルじゃやってけないよ。そんな顔すんなよ。だいたいリーグから脱退しないのが不思議なぐらいのチームなんだぜ。そりゃそうだな。マッハウィンディがシルバーキャッスルに入ったらみんなびっくりしちゃうぜ。うん、はい、サイン。ああ。どこへ入ってもマッハウィンディだけは応援してやるよ。危ない。アイアンリーガー。危ない。何のつもりだ。人殺しをする気か。ダークプリンスのマッハウィンディなら今ぐらいの弾軽く止められる。俺の相棒だ。俺はもうダークプリンスのリーガーではない。お前とも縁を切った。そいつはどうかな。オーナーはお前を連れ戻せと言っている。俺は帰るつもりはない。オーナーにそう伝えろ。バカめ、他にお前の行くところがあるとでも思っているのか。余計なお世話だ。アバよ。早く帰んな。そうするよ。じゃあな、マハウィンディ。頼もしい応援団だな。お前には関係ない。本当にいいんだな。お前はリーグナンバーワンのチームを飛び出したんだぞ。俺はリーグで一番汚いチームから抜けるんだ。わかった。オーナーに伝えておこう。お前は修理しても使えないとな。バカは修理しても治らねえんだよ。ふざけやがれ。さすがに高級品のオイルだな。誰だお前は。君の進むべき道を知っているものだ。何だと。何者だ貴様。俺の何を知ってると言うんだ。君の心はすでに答えを見た。あとは正直に生きろ。長さ足りないぞ。繋ぐと強度が心配だ。あります。こっち、これ繋いだら持ってきますから。お前はどう思う。え、ダークみたいな手を使うんだよ。どうして。勝つためだよ。勝つためには汚い手も必要なんだ。でも監督は正々堂々とやれと言っているよ。でもこのままでいいのか。勝たなきゃ意味ないんだぜ。そうだよ。勝てば人気も出るし、もっと金も入ってくる。いい機会も買える。そうすりゃもっとまともなメンテもできるんだぜ。あ、ごめん、びっくりした。あ、オーナーいいです、俺たちやりますから。おい、そういえばジェイクどうした。あいつ一体どこでサボってんだろう。監督に話があるそうよ。え、どうしてもか。すいません、これ以上我慢できそうにないんです。奴らをぶっ飛ばしたくて。そうか。オーナーには。監督からお願いします。オーナーの顔見ると言えなくって。行く当てはあるのか。ありませんけれど、なんとかなると思います。そうか。寝てる暇ねえぞ。工場長。なんだ。オーナーにお客さんですけど。オーナー、うん、オーナーは今手が離せないとでも言っとけ。はい。オーナー、うん、お客さん来たらしいですよ。オーナー、はい。俺をシルバーキャッスルに入れてほしい。なんとも驚きです。あのマッハウィンディが地上最低のチームシルバーキャッスルからの登場です。
これを転落と言わずして何と言いましょう。まったく優秀なアイアンリーガーだっただけに悪夢を見ているようです。何してる、潰せ。二度とプレイができないようにしてやれ。そんな真似が通用するか。やろうぞ。何やってる、集中しろ。無駄だよ。出た、ジグザグシュート。どこ行くかわからない。しかしダーク鉄壁の守備。まったく、どんなキーパーなのかよくわかっているはずなんですが。よし、よこせ。これ以上あいつに好きな真似はさせるな。さあ、ゴールドフットにボールが渡った。おっとクラッシュ、シルバーの歯うまく吹っ飛んだ。さあ、ペナルティーエリアに入ったぞ。しのぎ、無理すんな。俺だって頑張る。まだボールは来ています。ノーゴール。無駄です、もうシルバーのキーパー破壊されてますから。好き勝手しやがって。邪魔なガスめ。新しい仲間の吹き飛ぶところでも見ね。監督、レフリー、キーパー交代。キーパーは一人、キーパーは一人。ダスター、キーパー交代 OK。シュートを受け止めたお前は何者だ。俺の名はマグナムエース。なんとゴールドフットのハイパーボムシュートをワンハンドキャッチ。こんなアイアンリーガーがシルバーキャッスルに。なぜ。行くぞ。やれ。潰せ。ボールに構うな。マハウィディを破壊しろ。懲りないやつめ。ナイスだぜ。浮き玉にマハウィンディジャンプ。おっと、これはまるで風車のように旋回した。まさか、まさか。あのジグザグシュートを利用して地面の中を移動させ直接ゴールにボールを叩き込もうというのか。そんなことできるわけがない。熱い風受け止めろ。攻撃よ。この短かったか。甘いんだよ。ルリ、初めて見ただろ。これがサッカーってもんだ。はい、オーナー。マッハウィンディ警告レベル2だ。あ、わかりました。マッハウィンディ登録ナンバー000201ブロックS。うん、いきなりレベル2とは嫌われたもんだ。またしてもマッハウィンディだ。マッハウィンディ、どうしたんだ。何、どうしちゃったの。バカめ、オーナーに逆らうからだ。
大丈夫なのか。体が焼けつくように痛い。ダークの秘密回路が作動し、動くこともできない。俺はフィールドに戻れるのか。この試合、負けるわけにはいかないんだ。誰か、俺の激痛を取り除いてくれ。次回、疾風アイアンリーガー、俺たちの初勝利。正々堂々と試合開始。